ラトナは、イギリス海軍の嫌い不雪艦、アブディール級。艦名は、ギリシャ神話の冷凍のラテン語表記に由来し、この名を付けられたイギリス海軍で4隻目の艦艇である、サウサンプトンのソーニクロフト社で建造。1939年4月4日寄航。1940年8月20日浸水。1941年5月4日竣工。グラス号で、 北アフリカの陸軍向けの物資や海軍と空軍の人員などを乗せ、ラトナは希望本周りでアレクサンドリアへと向かった。グリーノックで給油後、5月16日に同地発。5月20日、ジブラルタル機。追加の物資を積み、5月21日ジブラルタル発。フリータウン、セントヘルナ、サイモンズタウン、ダーバン、モンバーサ、アデンを経由し、6月19日に、 スウェズ運河南端のタウフィーク港に到着。6月20日にスウェズ運河を通過し、ポートサイドを経て翌日アレクサンドリアに到着して、地中海艦隊に加わった。1941年7月、エジプトからキプロスへの部隊輸送を目的としたギロチン作戦に参加し、人員輸送に従事した。8月以降は敵の砲以下にあったトブルクとアレクサンドリアと間で、 兵員や物資の輸送に従事した。そのような作戦の一つ、カルティベイト作戦に駆逐艦、ヒーロー、エンカウンター、ホットスパーと共に参加中の1941年10月25日、作戦参加部隊は、敵機の攻撃を受けてラトナに爆弾が命中、炎上し、航行不能となった。さらに弾薬も誘爆し、ラトナは沈没した。ありがとうございます。